サントラがまたええんすよね、トップガンは。なんていう話をしましょう。走行3分トーキングスタート。主題歌のケニー・ロギンス、デンジャーゾーンはもちろんなんですけど、それぞれのシーンにめちゃめちゃね、ピタッとハマるんすよね。チープトリックのマイティウィングスも訓練のシーン、なんか飛行シーンとマッチするしね。そしてあのベルリンの愛のテーマもこう愛し合うシーンで、なんか思春期の頃ね、ドキドキさせてもらったし、そしてまたあのビーチバレーのシーンがかっこいいんですけど、それを盛り立てるのがケニー・ロギンスのプレイング・ウィズ・ザ・ボーイズ。そして何よりトップガン・アンセムっていうインストがめちゃめちゃこれかっこいいんですけど、当時僕知らなかったんですけど、スティーブ・スティーブンス、まあ、あのビリー・アイドルとか氷室京介さんともタッグを組んでいた、そんなギタリストが実はギター弾いてたということで、いやー、サントラに今までいろいろ心熱くさせられたなーいうような話でね、まあ名画にやっぱ名サントラありというか、まずはやっぱレコードでしたね。レコードでこういうのを買ってですね、あの心ときめかしていた80年代から、そして90年代ね、その前にちょっとでも遡ることになりますかね。そうやっぱね、映画には名曲ありということで、ブルースブラザーズなんかがよりね、その楽曲の楽しさっていうか、音楽の面白さなんかも伝えてくれる映画かなとも思いますし、さらに僕大好きなアウトサイダーの中にはね、スティービー・ワンダーのステイ・ゴールドという名曲、おそらくハイスタンダードのステイ・ゴールドも少しね、こうこの映画なんかにインスパイアされてるんじゃないかなと思うんですけども、そしてあとレオンのスティングのシェイプ・オブ・マイ・ハート、あれもやっぱ胸を打つっていうか、もう曲を聴いたらそのシーンを思い出してね、よりこう感慨深くなる。このステイゴールドもそうですけども、ね、そんな映画と音楽、切っても切り離せない。そして僕はそんなサントラであったり映画からいろんなことを思春期学んできたなというような話を今日はいたしましたが、さあではですね、このアウトサイダー、これトム・クルーズなんですけどね、一番右ね、ここからものすごいね、青春スターたちが羽ばたいていくコッポラのね映画なんですが、主題歌がスティービー・ワンダーのステイ・ゴールドがしみる、そんなトム・クルーズの映画出世作なんかについて次回話したいなと思いますんで、次回もぜひチャンネル登録などして見てください。今日も最後までありがとうございました。走行でした。さよなら。バイバイ。